茨城県道118号石岡田伏土浦線、石岡市高浜茨城県道118号石岡田伏土浦線は茨城県石岡市から霞ヶ浦市田伏を経て土浦市に至る一般県道である。石岡市外の国道355号工程により石岡市高浜を経由し霞ヶ浦市田伏からの霞ヶ浦湖畔を東から西へ沿って進み、 土浦市主野町の国道354号原道交点までを結ぶ延長約 41km の県道路線。1959年10月14日、新たな県道として、石岡市石岡町を起点とし、新井入郡出島村を経由して、土浦市を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。百九十五年に整理番号百十八に、 変更されて、現在に至る。霞ヶ浦市、四宿倉の一部、田伏坂地区、土浦市、沖宿町など限られた区間のみ道路改良済みで、あるが、それ以外のほとんどの区間が、センターラインのない対向1.5車線の、境外道路のままである。石岡市高浜の濃い瀬川に架か,かる愛嬌橋は、朝夕交通が集中して渋滞が発生し、 歩道がないなど一部暫定的な形状であることから、季節橋梁の一部掛け替え及び速道橋の整備が進められている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。